到着しました、キャンプ場に、はい、設営も完了しまして、よいしょ、一応今日はね、釣りもしてきて、神奈川県道志にある観光農園オートキャンプ場に来ております、はい、で今日は一応グルキャンなんで、うん、今の時間が3時、うん、はい、何時って言ってたっけ、6時に宴会です、6時宴会開始、はい、ああ、じゃあ結構まだ余裕あるね、余裕ますね、はい、3時間近く余裕があるので、はい、なんかいろいろと、というかいろいろとしないな、ゆっくりしたいね、うん、今日はゆっくりですね、ね、朝早かったし、年一の釣りキャンの参加、年一、年一になったんだ、年一なの、年にしてたっけ、いや年一だね、年一だっけ、年一ですね、年一回だったか、唯一渓流釣りする日、渓流釣りとは言わない、管理釣り場です、唯一お魚釣る日なの、はい、はい、まあ、とりあえずそんなわけなので、今日もなんかいろんなギアがやっぱ増えてますね、そうです、あっちこっちあっちこっちいろいろ増えて、あ、もうね灯油の季節なんで石油ストーブも持ってきました、まあ、詳しくはまたここで紹介動画撮るんで、はい、ご飯がねでも宴会ご飯だから、うん、まあ、本当キャンプサイトの方では何もやることないかな、うん、ね、そうですね、あ、はい、でもちょっと串刺したりをしていこうかな、あ、串刺しとく、うん、じゃあそれやりか、うん、はい、はい、じゃあ先にお酒をいただきます、 IPA、 さっき買い出ししたスーパーで手に入れた、よろしいですか、はい、じゃあいただきます、うん、香り高い IPA はなんか最近ちょっとハマってる、飲む、一口飲んでもらう、多分飲めるよ、美味しいよ、うん、なんか飲みやすい気がする、
回のキャンプはいかがでしたでしょうか。いや、帽子はやっぱり冷えますよ。まあ、あの石油ストーブ入れてますけれども、うん、一応メーカーとしてはあの石油ストーブの幕内仕様、火器の幕内仕様ですね、幕内仕様は基本的には厳禁という形になりますので、うん、真似される方は自己責任でお願いいたします。はい。ですが今回このシュッペローズショーティーテントを実際使ってですね、薪ストーブじゃなくて石油ストーブを入れるのは今回初めてなんですよね、うん、めちゃくちゃ温まります。カセコのなんだっけあのストーブなんですけど、かなり高火力で、うん、すごくとにかく暖かくなるので、これあれでしたっけ、これ今ベローズのショーティーですけど、普通のベローズのサイズでも温まりますよね、うん、確かこのストーブ。ギリギリ温まる。そうだよね、ギリギリ温まる。だけどこのショーティーにすればより、うん、より全力火力じゃなくても、うん、もっと弱火で、うん、弱火っていうか、うん、弱モードでも全然燃料節約しつつ温まれる、ね、全然いけると思う。今日もこいつ燃費悪いからな。まあそんな感じですかね。お魚も食べて、うん、はい、今回ちょっとニジマスだけでしたが、残念なことです、ね。釣りの様子はね、あの夫婦チャンネルの方、サブチャンネルの方に上げてるんで、ぜひねそれそっちも見てもらえたら嬉しいんですけど、今回今釣りもやってさばいて食べるっていうね、年に1回このキャンプやってるよね。ね、はい、毎年1回の釣りキャンなんです。釣りキャンの日なんで今日はね。釣りキャンで。じゃあ他に何かありますか。ここで紹介はまたメインチャンネル上げたいと思いますので、そちらもよかったら見てください。はい、はい。そんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その中で通知設定もオンにしてください。X、Instagram、YouJackの公式 LINE もやっておりますので、フォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。よし、羊がね、すごい暖かい、マジで。毛がつくんですよ、ね。毛がつくけどさ、でもこれ冬キャンマスト装備に俺なりそうなぐらい暖かいよ。暖かい。全然焚き火の横とかで使用してもさ、うん、あの、はせても燃えないしさ、うん、まあ、白いからちょっと汚れ目立つかもしれないけど、うん、でもね、全然いいと思う。羊の毛皮はおすすめです。うん、羊大人気です。大人気。